鍋&酒。今回は秋田県の代表的な郷土料理きりたんぽ鍋をご紹介します。ご飯を串に巻きつけて焼き上げたものをたんぽと呼び、それを2つ3つに切り分けて食べたことからきりたんぽと名付けられたとも言われています。今や1年を通して楽しめるきりたんぽ鍋ですが、秋田県の方々に言わせればやはり秋から冬が一番おいしいそうなのです。その理由は使用する食材のほとんどが秋から冬にかけて旬を迎えるからなのです。今回は私2021ミス酒松崎美優が鍋を作っておいしい日本酒と一緒にいただきます。鶏もつを入れるとコクが出ます。余分な油を取り、塩を揉み込んで水で洗い流します。きりたんぽはごま油で焼くと香ばしさが増します。一口大に切った鶏もも肉ともつを先に入れて、きりたんぽを入れて汁を程よく吸うまで煮込みます。わー、美味しそう。いただきます。こんがりと香ばしい焼き味がついたきりたんぽが優しい鶏ガラスープを吸ってもちもちジューシー。秋田県のキャッチフレーズは米の秋田は酒の国。気候的にも米作りに適した秋田県は良質な穀倉としても全国的に有名です。雄物川、米代川、小吉川といった一級河川の豊かな水がほぼ秋田全域の耕地を潤し、米の新品種開発などの取り組みが盛んで、日本酒出荷量と酒米生産量は常に全国上位となっています。今回の鍋に合う日本酒は、きりたんぽ鍋にはお米のうまみをしっかり味わえる秋田の日本酒がよく合います。気分に合わせて冷酒からおかんまで幅広い温度帯で楽しみましょう。いかがだったでしょうか。冬のごちそう鍋、相性のいい日本酒と一緒にいただくと鍋もお酒もより美味しく感じられると思います。普段日本酒を飲まない方もぜひ一度試してみてくださいね。鍋&酒。この動画を見てくださった方の中から抽選で5名様に秋田の日本酒をプレゼントします。日本酒造組合中央会の公式サイト特設ページでキーワードを入力してご応募ください。キーワードは米の秋田は酒の国です。ご応募お待ちしてます。